もう始まってましたね。何でしたっけ、オープニングのトーク忘れてしまいました。久しぶりのシラフなので、はい、ということで、始まりました、MTF 塾女、51歳の村田理香です。まともなムービーっていうふうにあえてくくります、自ら、をお届けするのが久しぶりですね。そしてあのメガネのリカです。これ実はあのちょっとした テスト撮影なんですね。あの相変わらず噛んでますけど、ちょっと待ってください。ちょっとあの、喉の通りが良くなれば滑舌が良くなるかというと、そこは全く分からないんですけど、こう今なんか白いの出てますよね、マイクです、スマホにこう直接つけて、のマイク撮り あのテストムービーですね。まあそれだけではないんですけど、3週にわたってあの継続しています。まあ親の宣言通りですので、バーチャルスナック村田理香、皆さんにいろいろ楽しんでいただけているようで、ありがとうございます。そしてあの毎回毎回、まあ、なんとか4時間とか5時間とかというその、まあ、長編ムービーになりますから、一気見は結構しんどいですよね。これまともなあのムービーだとしても、一気見は結構しんどい時間だと思うんですよ。ムービーの 4,5 時間ってそれがあのよりによってあのあんなあの見苦しい本当に見苦しいなと、いうふうに、私自身あの特にシラフの時はそういうふうにしか評価できませんというムービーをあの小分けにしてあの撮った1週間から次の1週間に向けてあの、まあ、1時間おきとかぐらいに、見直してるんですけど、4段階3段階なんですかね、シラフからスタート、そしてほろ酔い、そして酔いどれ、そして最後は、最も醜悪な村田理香を見せてるなと、泥酔ですね、はい、そして大体あのほろ酔いぐらいからもうすでにあの、いわゆるマニアックエロトークが始まりますので、ひどいですね。あの確かにあの18禁設定にしているあのムービーだからって言えばあのそうなんですけど、とはいえ、なんかあのオブラート何もなくあのチピコとかマピコとか連呼しすぎです村田理香いくらなんでも見苦しいぞ、まあでもあのあそこまで泥酔したあの自分もさらけ出すこともありのままなのかなと。であのまあ3日目まで今ライブが上がってて、やっぱりでもなかなかの綺麗な音質になってないですね。ちょっとノイズが入ってる感じで、なんとかウェーブカメラの、画質は良くなったみたいなんですけど、まあ、それでも今撮っているこのエクスペリア君と比べればやっぱり全く、もう月とすっぽん、天と地の差の移り具合で、なんでこのエクスペリア君は私をこんなに綺麗に撮ってくれるんでしょう。あの同一人物ですよ、あのライブ配信の村田理香と今の私ね、あの本当に綺麗に可愛く美しく撮ってくれるもんですね。どっちが本当なんだろうというとこなんですけど、であのその外付けのそのウェブカメラの方にもマイクがついてるので、そこで音を拾ってるんですけど、今までこのスマホ撮りの、いわゆるもう今となってはシラフムービーというカテゴリー分けになるんですけど、結構声小さいですね。
やっぱり遠いんですけど、でも遠さから言ったら、まだこっちの方が近いんですね、パソコンのライブ配信よりも。ということで、マイクをつけました。今後スマホ撮りの時には、なんとかライブの方の音の基準になんとか上げられるように、このマイクを使ってマイクから声を拾って、やっていきたいと思ってますが、これいっぱいいっぱいの距離です、もう結構いっぱいいっぱいの距離です。まあ、テストなので、一旦これをパソコンというか、まあ見直します。見直して、音が一緒のボリュームぐらいになってるのかなっていうところになったら上げます。ちなみに、まあ、眼鏡を外すと、まあこういう面構えですよね。本当にライブを行っている私と同じ私なんでしょうかというふうに私自身が思いますね。まあ、綺麗にというか、こう男性の目線というか、男性がその思い描く理想のこうお酒に酔った女性の、あるんですよ、ビジョンというものが。それは決してこのバーチャルスナック理科、初日2日3日と続きましたけど、特に2時間以降の、私ではないです。どの、初日も2日も3日も、全てに共通しているのは、もう酔いどれてきたらもう私アウトですね。やばいっていうよりも、もう大丈夫ですか？ 多分バーチャルスナック理科の酔いどれライブは、2時間を過ぎたところからご視聴される、時は、ご視聴される方もしっかり酔っている状態で視聴していただいた方がいいと思います。同じようなところにこう下地どころの問題じゃなくて、しっかり出来上がってるっていう状況になってから見た方が、じゃないと本当に見苦しいですね。 そして何ですか、直近の3日目のバーチャルスナック理科の営業っぷりは何ですか。あれはひどいですね、本当にひどいですね。あのまま私、実はですね、3日目が一番ひどいというふうに思えるのは、ところどころ記憶がないんですよ。見直すたびに、あ、そういえばこういうこと言ったなとか、こういうこと話したな的なところは、まだ初日2日の方がこう残ってはいるんですけど、3日目はやっぱりペースが早かったんでしょうね、きっと。まあ、それとメインで飲んでたのが、バーボンの、そのワイルドターキーの8年、アルコール度数50度で、まあ、持ってるウイスキーの中では一番度数が高いので、クイクイやってましたね。どのぐらい飲んだんでしょう。きっとショットで6、7杯、5、6杯ぐらい、あとスコッチも3、4杯ぐらい。いや、さすがに危うく本当に私何し始めるのっていう体勢になってましたね。本当偶然カメラに映ってなくてよかったって、ほっとしてます。いくら18禁といえども、ちょっと見せ方にはまかりなりにも女性の羞恥美を、探求して、それをこう表現する野外羞恥をメインとした、個人レベルですけれども、AV 撮影モデルとしては、表現でガバッと開いちゃって、あれはダメです。あそこには羞恥美がないです。本当に見苦しい。
もう本当一緒にライブは全部削除しちゃおうかと思っちゃうぐらいなところは葛藤はあるんですけど、でもありのままでもあるので、まあそれに一緒に楽しんでいただける方がいらっしゃるというのはやっぱり、嬉しいことですよね。なんで今日は水曜日なんですね。でまた木金土と3日後に、バーチャルスナック理科4日目の営業を、当然行います。なんとかですね、もう少しまともな飲み方しなきゃダメかな、可愛らしく、もう少し美しく、というふうに思ってはいるんですけど、飲まれちゃうんですね。まあ楽しいっていうふうに感じてくださる方がいらっしゃることが、何よりの救いではあるんですけども、まあでも私もやっぱり楽しいのかな、楽しいですね、絶対楽しんでますね、本当に。しかし酔って目が半目になっちゃって、顔の筋肉の力がだらんと抜けちゃって、もうあれはひどいですね。やっぱり目に力が入って、ぐっと目が見開いてて、で口角もきちっと上がって、こういうふうな背筋もきちっと伸びてるっていう。であと私のやっぱベストアングルってあるんですよ。真正面よりもややこっちなんですね。真正面よりもこっち。ずいぶん前の YouTube のムービーで、半分半分って、男面女面ってみんな人間は持ってるんですよっていうお話したと思うんですけど、こっちよりもこっちなんですね、私。でそれ全く無視している状況になってるので、 おまけに顎引いてね、少し斜め45度からがこれベストアングルで、まあ皆さんもご存知だと思いますけど、それも無視してますから、なんかうなだれてましたよね。 本当に、ライティングとアングルがベストマッチングしてなくて、顔の、表情筋もゆるゆるになってて、なるとこんな不細工なんだなって。 不細工っぷりを晒して何の得になるんだろうって思う部分を本当に感じて痛感してるんですよね。痛感してるんですけど、きっとなんですけど、まあ私ぐらいの、私が自ら言うのはおこがましいんですけども、まあ、無整形無美容の割には、の51歳っていう年の割には何にもしてない、パックもしてませんからね、もうチフレしか使ってませんから、基礎化粧の割にはそこそこ美人というふうに多分くくれるんじゃないかなって思ってるんですけど、そのぐらいの人って世の中たくさん多分いると思うんですよ。もう5万と、そこそこレベルは。でもきっとそこそこレベルの人たちも泥酔するとみんなあんな風になるのかなっていうふうに 思ってます。皆さんも美しい女性と飲む時にはあまり酔わせないように注意しましょう。ベロベロに酔っちゃったらきっと緊張感抜けちゃって、私のバーチャルスナック理科の、3時間ぐらい経過した、4時間ぐらいになっている時の私の無様を目の当たりに、なんかその後のね、あるじゃないですか、合体みたいな をせざるを得なくなるので、であればやっぱりほろ酔いとか、ちょっと酔ってんなっていうところの、まだ緊張感がある女性の方側がですね、と合体した方がやっぱりいいじゃないですか。なんであんまりよ、酔わせすぎないように注意してくださいね。確かに反発力っていうか抵抗力っていうか、拒絶力っていうんですか、男の人に対して、そのガードは確実に緩くはなりますけれども、そのガードが緩くて楽で入れればいいやっていう問題でもないじゃないですか。
むしろそこをこうこじ開けて、こう最後こうもうしょうがないかなっていう観念の領域、そこにこう持ってった上で合体の方がやっぱりね、ロマンチックですもんね。はい、ということで、気が付くと、バーチャルスナック理科の酔いどれライブ、酔いどれライブ、酔いどれライブの真ん中は大体反省ムービーに最近なってきてます。まあ、今日はこうマイク取りの音の調整、過去にスマートフォン、スマホで撮っている、ムービーよりも音声は、ま、これだけ近いので大きいと思います。で、多分それがライブとのボリュームと同じぐらいかなとは思ってます。そのテストと、あと反省と、あと謝罪です。本当に見苦しい村田理科をもうさらけ出しまして、本当にむしろ不思議に思ってるのは、酔いどれライブ3日目まで終えて、いわゆるこう評価でこう、こういう、こういいねと良くないねってあるじゃないですか。良くないねが、いいねと同数ぐらいついても不思議じゃないなっていうぐらいって、私個人的にはそういう感想なんですよ。にもかかわらず一個もないという、あんなに見苦しい、あんなに決して美しくない、いやむしろ不細工な村田理香に対してこれがないっていうのは、どうしてなんですか皆さん。寛大に思ってくださってるんですかね。そうだとしたら甘えさせていただきます。 また4日後の、今週土曜日もきっとそんな皆さんの、ご好意に甘えて、シラフからほろ酔い、ほろ酔いから酔いだれ、そして、最終形態ですね、セルみたいな話になってますけど、もう一番醜い 見苦しい、おぞましい、村田理科の集大を最後泥酔モードで、そこまで行って、だって終了したのも覚えてないんですもん、前回3日目いつ終わったんだか覚えてなくて 失礼しました。でも楽しく、皆さんと飲みたいんです。ということで、はい、テストを兼ねて、反省兼ねて、謝罪を兼ねてお届けします。割とエクスペリア今日も頑張ってくれたなっていう、そこそこ美人に映し出されている、私でございましたので、こういう見栄えの時もありますから、見捨てないでください。 はい、ということで、エンディングトークです。MTF 熟女、51歳の諦めないでというか、見捨てないね 的な村田理香でした。ではでは。